オンバリトンサックス木下より。
オン・アルトサックス小西翔太郎。オン・トランペット二林盛人。イン・ザ・ムードをお送りいたしました。どうもみなさんこんにちは。コーナンプラスアンサンブル部ケイリー2022でございます。というわけで始まってまいりました。本ちゃんの塚口ジャズ、ピッコロ会場でお送りさせていただいております。本日は暑い中お集まりいただきありがとうございます。皆さんのご期待に応えられるよう我々も精一杯頑張りますので、どうぞ最後までお付き合いください。なお、本日は2部制となっております。1部と2部、まあ、それぞれ1時間ほど、お送りしまして、やっていこうと思います。ということで次の曲紹介しますか。はい、次の曲紹介をしたいと思います。次の曲は、2曲続けてお送りいたします。1曲目は、カウント・ベイシー・オーケストラのテナーサックス奏者、フランク・ホスターが作曲したシャイニー・ストッキングス。2曲目は、同じくカウント・ベイシー・オーケストラの、ギターのフレディ・グリーンという方が作曲したコーナーポケットという曲を、2曲続けてお送りいたします。ということで、早速参りたいと思います。では参りましょう。シャイニー・ストッキングスコーナーポケット2曲続けてお聴きください。Thank you.
Thank you.
2曲続けて送りました、ソリスト紹介します。1曲目シャインストッキングのソリストはオントランペット中尾美月、オンピアノフォルテ柴田武則、2曲目、あ、じゃあ3曲目、2曲続けた2曲目、コーナーポケットのソリスト、オンピアノフォルテ柴田、あ、違う、失礼しました、オンピアノフォルテ石田健信、オンバリトンサックス木下より、オントランペット太田翼でお送りいたしました。というわけで次の曲からですねガラッと変えて、こっちのこれまでは、メインが高校生の、バンドで演奏していたんですけれども、次から中学の、中1ですね、主に中学1年生の、最近入部した子たちの演奏となっております。とても若々しくて僕らと全然違いますね本当に、はい、楽器ぶつけないように気をつけてくださいね。はい、ということで、ここ誰か座らんと分かっちゃう。はい、並び方とかもね、まだ覚えきれてないようで、まあ、彼らですね、以前の塚口ジャズの方でも、お伝えしたことがあるんですけども、今年、異例の大多数入っていただいてですね、19人入部しまして、まあ、通常本当に、お、拍手ありがとうございます。21ですか ?21 人だそうです。すみません、お二人ほど忘れてました。もうね、部員が多すぎて、僕もちょっと把握しきれてない。よくないですけど、本当に。はい、みんなの名前もね、ちゃんとカウントダウンもしっかりこれから一致させていけるように、僕の方も頑張れていったと思います。はい、もう少しですね。なんかあります？なんかありますかね。まあ今ちょっとドラムの方が準備の方が手こずっておりますので、どうでしょう。中一の子たち、でも今年の中一の子たちは本当にしっかりしてましてですね。はい、敬語が初っ端からすごい使ってたんですよ。小学校から上がってきた子って結構なんか先輩これ取ってとかよく言うんですよ。なんかだどあのこれどうやってやるのとか言ってくるんですよ。今年の中1は敬語がすごい使えるということで、僕らの時もねめっちゃ注意されたんですよ。僕とか特になんか先輩これどうすんのって言ったらどうするんですかって言われて、あどうするんですかみたいな怖ー思いながら、はい、ということで、まあ今年はすごい丁寧な中1が多いということで、21人ですねもういて、みんな敬語が使えるとても真面目な子たちですということで、どんな曲に仕上がったのかお楽しみくださいということで参りましょう。ジャズマン。
茨城ひろき。オントロンボン森脇勇樹。ジャズマンをお送りいたしました。続いての曲も、同じ中学1年生が中心として、演奏してくれます。続いての曲の紹介をしたいと思います。続いての曲は、アルトサックス奏者の、チャーリー・パーカーさんが、作った曲をします。その曲をこのビッグバンド風にアレンジしたものになっております。で、これは、サックス、トロンボーン、トランペットと、3つのソロがありますので、ぜひそれにも注目して聴いてみてください。それでは行きたいと思います。ナウザタイム。ナウザタイムをお送りしました。ソリスト紹介します。オントランペット山澤クリュウ。オンアルトサックス黒田健太。オントロンボーン、塩井翔太郎でお送りいたしました。というわけで、次の方からは中1の皆さん移動していただいて大丈夫です。入れ替わりでございます。中1の中1バンドでした。
というわけでですね、皆さんに事前に、アンケートに答えていただいたと思うんですけども、そちらの集計を、先生、今田先生、お願いします。皆さんこんにちは、本部の今田です。ありがとうございます。ふいちが演奏したらもうドキドキしてたまらないどうなるかどうなるか、もう自分がやってる方がなんぼかましやわ。多分5年後ぐらいには先の高校バンドぐらいに仕上がってくれますので、長い目で応援してあげてください。それではですね、みんな聞こえる？後ろ、はい、今からやる曲言うよ。本当に今決めますので、一応銀河鉄道ビビデバグディブ上を向いて歩こう散歩ルージュの伝言と、練習をしてまいりました。4曲ボックスをね、はい、だけど今日は2曲だけ、あ、半分に見ると残った曲はまた違う機会に演奏しますので、そちらに足を運んでいただいたらいいかなと思います。こうやって宣伝するよ、はい、なるほど、はい、とかさ、あとな、ちょっと時間余ってますんで喋りますね、はい、例えば YouTube に乗っかってますよとか、あ、乗っかってますか、乗っかってるやんか、いろいろ、はい、な、こんなんいろいろありますよっていうのでこう聞いてもらったり、はい、ということで皆さん聞いてね。では1曲目、銀河鉄道39。そして嘘の内容にちょっと見ていただきましょうか。僕これ見てよ、銀河鉄道66名の方が選んでくる。見たい見たい、おいでおいでおいで、やめとく学校の先生のくせでいろんなところの音が耳に入ってるんです。で、2曲目聞きたいな、上を向いて歩こう、28票いただきましたんで、では39と上を向いて歩こう、2曲続けていくのかな。はい、2曲続けて、はい、では皆さんちょっとダッシュで用意してください、先に上を向いて歩こうをお送りしたいと思います。銀河鉄道ですか、さっき皆さんどっちのつもりで上を向いて、どっちでしょう、決めていい、決めていい、決めていいですか、では上を向いて歩こうといきましょう。はい、先ほどね、部員のみんなからしたら考えられへんぐらい優しい今田先生の声は聞こえましたけど、言うてもらったことないですよ、僕ら見てほしいですよお前、最もよくソロやるやるやりたい、はい、いいよというふうな会話が、まあそれはそれで子供扱いされてるみたいで嫌ですよね、はい、ということで準備はそれましたか。皆さん唐突に決まって、まあ心の準備はできてましたでしょうか。いけます皆さん、はい、足りてない人とかいませんね、はい、はい、ということで、ポップスの方に参りたいと思います。1曲目上を向いて歩こう、2曲目銀河鉄道39、続けてお送りします。どうぞ。Thank you.
Thank you.
上を向いて歩こう、銀河鉄道39、2曲続けてお送りいたしました。1曲目、上を向いて歩こうのソリストはオン・アルトサックス、黒川優斗。2曲目、銀河鉄道39は、オン・アルトサックス、和崎貴弘。オン・トロンボン、ゴガリック。2曲続けてお送りいたしました。ここまで、2曲ポップスをお送りしてまいりましたが、続いては、中学生のバンドでお送りしていきます。では曲の、続いても2曲続けてお送りいたします。I've grown across the to her face。 2曲続けてお送りします。
ありがとうございました。2曲続けてお送りしました。ソリストを紹介します。1曲目、アイポップのソリスト、オンバリトンサックス、三原洋介。オンピアノフォルテ、石田健信。2曲目、I've grown accustomed to her face。 ソリスト、オンアルトサックス、和崎貴博。そして、素敵な、お声をいただきました、オンボーカル、カルタソステ。しびれましたね、本当に。本当に舞台袖で、ね、みんな感動しました。というわけで、実はですね、これで、ね、プログラムの方にはあと1曲残っているんですけども、諸事情により、本日はその曲はカットさせていただくことになりました。というわけで、第1部はこれで終了です。ということで、ただいまより15分の休憩をいただきます。15分後、また、2部がスタートしますので、ぜひともまたまた、お集まりいただけたらと思います。ということで、ありがとうございました。商店街さん、塚口の駅の北側に、商店街があるんですけれども、塚口商店街さんの中にいる松本さんからお声を送っていただきまして、コロナ禍の中で、演奏の機会を失った子どもたちに演奏機会を作りたいという思いと、またその塚口という地域にジャズを使ってね、町おこしというような、こともやっていきたいなということをお話しいただきまして、今年初めてこの塚口ジャズというのがスタートしました。実はですね、もう来年の8月11日このホールを押さえてくださっているようですので、ぜひ皆さんまた、来ていただくということで、入り口でプログラムをお渡しいただいたところにキーワードというのがあったと思います。これ実はプレイイベントの時も2度やらせていただいたんですが、その時は、キーワード、曲名をお伝えしました。39であったりの、ね、ジャズマンっていうのをお伝えしました。
今日は来年も塚口ジャズということでキーワードを決めさせていただきたいと思います。来年も塚口ジャズ、これがキーワードですので、あ、入ってますか、入ってますか、ちょっとすいません、手元にありませんので、キーワードは来年も塚口ジャズということで、ちょっと2部の初めにですね、塚口商店街の村上理事長さん来られていますので、少しご挨拶をいただきたいと思います。村上理事長、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。全く顔が見えないみたいな、塚口の方も結構おられるの分かってるんですけども、ようこそ塚口に来ていただきましてありがとうございます。今先生が、お話ししていただいたみたいに、実はそのうちの商店街の、ちょっと待って、塚口商店街の村上です、よろしくお願いいたします。うちの商店街の町田主の岡本社長が、主催ということでこの企画していただいたんですけれども、本来彼が立つべきやと思うんですけど、多分人がいね、この写真を撮ってくれてると思うんですけど、代わりに挨拶させていただきます。で、先ほど先生にも言っていただいたんですけど、このパンフレットを、お配りしたパンフレットの裏面の方に見ていただいたら、うちの商店街の地図とか書いてあるんですけれども、本当にここがこのピッコロシアターが、阪急塚口駅の南側なんですけど、反対の北側線路に沿って35店舗ほどで、運営している商店街になります。で、一応、組合に募ったところ、書かれてあるような特典も用意してくれてます。ここに書かれているのが8月末まで利用できるようなサービスになっておりますので、まあ、今日も使いますので、この後もし塚口の味も堪能して帰りたいなって思ってくれてはったら、ぜひぜひこれを使って商店街の味を楽しんでいただきたいと思います。で、まあ時間早いので、この後すぐっていうよりはって思ってはる方は、このちょうどマップの一番左下の方にですね、位置してるイタリアンバルノノ、これノノって読むんですけど、イタリアンバルノノっていうイタリアレストランがあるんですけど、その前にやっぱりこれ、松葉寿司さんが、身を引っ張ってもらって、塚口商店街の味を家庭でも楽しめるようにっていうところで、冷凍食品を開発して、このお店の前に自販機を置いて10商品買えるようになったんですね。よかったらその辺も探索していただいて、お土産に買って帰っていただいて、今日一日音楽を楽しんで、塚口ラジオを楽しんで帰っていただけたらと思います。本日は本当にありがとうございます。
ソリストみんなです。いいよね。言ってる？アンビューター。どうぞどうぞ。隣に。私がいいです。ということで、2部はちょっとこうチャレンジをしていこうということで、まず、まあ、ブラマン KB 始めて以来のトロンボンカルテットじゃないかなと思います。実は昔ちょっと私企画やってまして、前です。だいぶ前にやってたので、一緒にやろうよということで、あまり練習できなかったもんね。ごめんね。中学1年生追いかけ回してたら、あまり練習できなくて、ごめんね。ですので、彼らとてつもない緊張感の中で今、今朝もリハーサルをしておりますので、ちょっと聞いてみようか。どんな気持ちですか？いや、もうめっちゃ怖いです。震えてるもんね。はい、どれが怖い？こんな立派な、なんていうんですか、ステージっていうんですかね、ステージでやるの久しぶりですし、前でやるのはまず初めてなので、こんなに、はい、緊張してます。びっくりした。先生怖いんだと思って。いやいやいや。榎本君、ちょっと喋りたそうやな。緊張しすぎて、ちょっと漏れそうになるくらい。一応後ろに給水シートあるから使ってね。ということで、もう一曲トロンボンカルテットをお送りしたいと思います。皆さん心の準備は大丈夫ですか？今喋ってる間にね、ちょっと楽譜のルールをいろいろ目で追ってるのはよく分かってますので、スモークゲッティングはアイズ、煙が目にしびるですね、お送りします。
ということで、この文化の曲をお送りしました。こがり。こがり。小本直人。あきゆか。そして、ひとりおさん、今田小役でした。ちょっとしたね。はい。さあ、では次へ行きましょう。次はですね、さあさあ、みんな入ってきてください。お前まだ帰らへんのかいと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと頑張ってセッティングしましょうか、みんな。この後ですね、いつもビッグバンドという形で、大体前からサックスがアルトサックス2本、テナーサックス2本、バリトンサックス1本、5名編成 で2段目にトロンボーンが大体4人です。そして後列トランペット、ここは4人になったり5人になったり、はたまた6人になったりすることもあるんですが、少し小さな編成でお送りしたいと思います。サックスがアルト、バリトン、そしてトランペット2本とおじさん1本それでリズムセクション3人に入ってもらいます。あっちのマイクやこっちのマイクやちょっと使いながらお話しさせていただきます。There will be never another you というジャズの有名な曲なんですけども、それを小さな編成でお送りしたいと思います。ではどんどん次へ行きましょう。ここの実は作戦はですね、我々
この後8月19、20でですね、ジャズの全国大会スチューデントジャズフェスティバルというのがありまして、それに向けて、部員たちが一生懸命練習をしているんですが、塚口ジャズがあるじゃないどえらいことになってきた、2時間のコンサートをやらないといけないということで、見ていただければ分かるように、それぞれ1曲以上は頑張ろうということで、こう分散を、力を分散しながらいろんな曲をお届けしています。次の曲はですね、ブルーボッサということなんですけれども、ちょっと爽やかな南国の風が、ブラジルあたりの風が流れてくると思います。皆さん用意はいいですか？ではブルーボッサをお届けします。
寺崎石井優也、ジャンプと大田翼さん、松田さん、来ましたように。はい、では皆さん、ビッグバンドの音の体験に集まれ。はい、ということで、小さな編成をお送りしました。プログラムにはスペインというのが書いてあるんですが、こちらもちょっと今日は割愛させていただきます。さっきですね、実はソロが1個多かったんですよ。そういえば裏でちらっと聞いたような気もするけどね、ちゃんと教えてやテナサックスのソロが予定ではなかったんですけど、立ち上がったんで、ソロなんかいらんのって言うので、ちょっと立ち歩いて後ろにもサコーラスやるよっていうのを言いに行ってきました。なんかジャズっぽくていいですよね、とかね、やりたいことやりやがってしょうもねえの。はい、ということで、それはじゃあ3番トロンボーンのところに置いていただいたらいいかなと思います。次はですね、今日実は皆様から向かって右、次の空港、次の空港、右側に野球部がたくさん来てくれてます。ありがとうね。みんな先生が野球つけるって知ってた？知ってた？知ってたでしょ、手挙げてよ。あ、まあまあいい子。あ、よかったよかったよかった、よかった。あ、ありがとうございます、照明さん。今年我々ちょっと演奏会とか録音とかいろいろありまして、1回戦から応援行けなくてごめんね。で、ベスト16まで勝ち上がりまして、ね、ようやくその試合に応援に行ってきました。まあ、野球部のこうひたむきに頑張る姿を見て、で中学1年生から知ってる子もいるからちょっと泣きそうになってね、ちょっと今もやばいんだけど、頑張ったよな。高校野球厳しいんですよ、監督がね。今日来てないよな、大丈夫？来てる？あ、いらっしゃってますか？自分ら今、うんって言ったで、ね、野球部全員うんって言ったで、ね、岡野先生、後でよろしくお願いします。まあ、昔からブラバント野球部はこう仲がよく応援行って、このように演奏会にも来てくれてということで、今日はですね、プログラムには載ってないんですが、今絶賛甲子園が高校球児たちが頑張ってますが、その、まあ、テーマ曲っていうのかなの歌、栄冠は君に輝くというのがあります。こちらをですね、ジャズアレンジをして、お送りしたいと思います。これは、リー・ショッターという、コーナーグラスアンサンブルの OB のピアニスト、まあ、作曲家でもあるんですが、が、編曲をしてくださいました。そして今、実は西宮の桜 FM 聞かれたことがあるぞ、聞いたことあるぞ。あ、ちょっと少なめですね。いいですか、767、78。お前聞いとれへんのかいじゃないかな。シール貼ってたよね、みんな。あ、山内さんいらっしゃってますか、山内さん。あ、ちょっとどうですか、宣伝でもこちらで。また787ですね。はい、FM787 をお聞きください。そうするとですね、桜スーパーソングということで、毎朝11時彼らが演奏した栄冠は君に輝くが流れております。そして、まあ、タイミングによって、ね、あの番組の都合によっていろいろあるんですけれども、毎時55分から0分の間、この5分間の間に様々な CM が流れるんですけども、そこでもショートバージョンが流れていますので、ぜひ桜 FM をお聴きください。では野球部のためにちょっと熱を入れて頑張ろう、ね、では栄冠は君に輝くジャズバージョンでお送りします。
では皆様は次の準備に入っていただいて、もうこれで私は帰りますので、ここから合ってるよね、帰っていいよね、もう大丈夫です、ではここで何かお話ししろということでしたので、実はですね、今日の違和感その2だと思うんですが、ドラムが大人なんですよ、ね、普段ないんですけども、ちょっとあの体調が良くない生徒がおりまして、まあ、この時期ですので控えていただいて、実はそれが連絡が入ったのは今朝の9時、9時7分でしたね。山下君が急遽私に電話をかけてきまして、先生調子が良くないです、顔面蒼白です、やばい、私トロンボーン吹けるんですけどドラム叩けないんですよ。そして、彼は私の大学時代の後輩なんですけど、紹介します、ドラム西本隆。西本隆9時半頃に電話をしまして、すまん、今日空いてへんか、空いてたんですもう、あ、行きますって言ってくれると、もう泣きそうになって、で、実はこういう状態ですので、11時半ぐらいかな、来てくださったら、楽譜を渡して、段取りを、ここはこういうテンポ、こうやってやってっていうのを、やって、今、ほぼリハーサルのない状態で座ってもらっています。西本君はあのドラム以外にもいろんな楽器、ね、マリンバとか叩くのね、あの私が大学4年生の時に入ってきた1年生なんですけども、もう才能あふれてて、我々大学時代にこうトロンボーンのアンサンブル、大きなアンサンブルとかをやるときに同級生にこうドラムセットとかお願いするんですけども、いやもうこれは彼に頼むしかないわというので、中大学1年生入ってきてすぐにもうお願いをして、大学4年生たちと肩を並べて演奏できるような技術を持ってた。褒めすぎかいいかあの本当にあの才能あふれるドラムプレイヤーです、まあ、いろんなところで活動してますので、西本隆覚えてあげてください。では、ここは2曲続けてお送りします。オーパス1、それからサマースをお送りします。
サマンサ2曲続けてお送りいたしました。1曲目、オーパス1のソリストはオンバリトンサックス木下より。オントロンボーン青木優太。そして、2曲目のサマンサはオンアルトサックス小西京太郎。をフューチャリングしてお届けしました。というわけで時間が経つのも早いもので次の曲で最後の曲となりました。1部2部、合計20曲ほどお送りいたしました。いかがだったでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ先ほどずっと2部の前半は今田先生に上手なね MC 本当になんかうまいっすね本当に。まあ、僕らに足りないものがいろいろ見えたような MC でしたね。はい、はい、まあ、母いながらもその年齢を感じさせない
素晴らしい人ですね。おそらく聞こえてるんですよね、これ喋りながらもあの方ちょっと聞けるんで絶対聞こえてます。後で怒られるかどうかわかんないですけど、まあというような感じでもうそろそろ準備が整うようですので最後の曲参りたいと思います。ということでちょっとゆっくり言って、ゆっくり、あ、はい、はい、おしゃべりしてください。はい、ということで最後の曲に参りましょう。タイムチェック。
くさんいますので、熱々アコールありがとうございます。というわけですね、アンコールを1曲用意しておりますので、そちらの方の、あ、すみません、先ほど の曲紹介の時にソリスト紹介し忘れてますので、ソリスト紹介します。オンバリトンサックス、木下唯。オントランペット、岡本義孝。タイムチェック、オンドラム、西本隆。というわけで、タイムチェックをお送りいたしました。ということで、最後のアンコールの曲の方の準備に行ってもらいたいと思います。最後の曲ですので、先にソリストの方を紹介したいと思います。これは、あとの方がいいかな、やっぱりあとで紹介しましょうか。曲が終わってから紹介します。はい、たくさんいるそうなので、どんどんソリストが来ますので、そちらの方もお楽しみください。ということで、我々の演奏を最後までお聴きいただきありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、アコールの方参りたいと思います。ワンクッション。
というわけで、その人の方を紹介したいと思います。噛まずに頑張ります。オンバリトサックス木下より、オンバリトサックス和崎さんよ、オンテナサックス山下哲平。続きまして、続きましてトランペットパートという音です。続きましてトランペットパート、オントランペット塩見和樹、オントランペット二林素人、オントランペット中美月、そしてそして、オンピアノフォルテ柴田武則、いろいろ忘れてますね。オン、テナサックス山下哲平、言いました、すいません、はい、オントロンボーン、中尾慎太郎、いや、楽しみがいたら忘れますよ、本当に。というわけで、本日は我々の演奏を聴きいただきありがとうございました。コーランブラスアンサンブループ定員2022でございました。アンコールが来るのではないかという予想だったので、もう一度ちょっと照明をこちらの方にお願いします。ちょっとごたごたしててすいません、はい、もう一曲ご用意しているのでそちらの方をお願いします。すいません、ちょっとソリスト紹介の方を後に回したということで終わりっぽくなっちゃいましたけど、これで本当の最後の曲ですので、はい、本当の最後の曲、先にソリストの方をご紹介したいと思います。オンピアノフォルテ柴田武則、オントランペット岡田光、オントランボーンエロントラト、本日は我々の演奏を最後までお聴きいただきありがとうございました。コーナンブラスアンサンブル部 KD2022 でございました。というわけで最後の曲に参りましょう。 Take the A-Train。